はい、おはようございます。今日はですね、これから13時から、また知り合いの鍼灸師の方が来て、背中治療してくれます。背中っていうかいろんなところやってもらうと思うんだけど、肩とかね。それ終わったらまた作業を続ける感じかな。特に都内に外出とかそういう用事はなしです。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。ということで、完全に二度寝してました。二度寝して、家来ちゃいました。私、鍼灸師さんの鶴見さんが今日も来てくださいました。はい、よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。はい。じゃあ、無理せず前回同様打っていきます。失礼します。はい、お願いします。痛くないですよ。ああ。うん。わかります？今なんか、ちょっとツーンとくるような感じ。肩甲骨剥がししてもらってます。もう一人いたらこれ、この臨場感伝えられるんですけどね。伸びる。首伸びる。首伸びて、はい、さらに肩甲骨。大丈夫。はい。オッケー。あ、痛い。大丈夫？目圧迫されてない？大丈夫？これ。抜きます？また。いけね。まだいけるでしょ。はい、そう。ここ。あと10秒いきましょうか。3、2、はい、一回ゆっくり緩めます。そう。これ結構攻めましたね。攻めた。左虚骨が浮いてる。ここ。チラクってやり方ですけど。これは。なんかパチンって鳴らすような。そう。そう。これね、俺鳴らないんですよ。下手くそだから。なんか、上手い人だとここですごいパチンで、ペンってなるんですけどね。これは何なんですか？これはなんかね、一応、音のリラクゼーションとかじゃないですか。そう。なんかね、ASMR じゃないけど。一応その中医学だと、こうやって末梢の方に毒素を出して、それでなんか、気とともに悪いのを抜くってイメージらしい。一食目です。はい、今日からオートミール生活に戻します。飯食い終わってから、ちょっと100日後に死ぬホモシリーズ、ちょっと写真撮ったり、いろいろ作業してたら、もうこんな時間です。その描写も撮っときゃよかったね。とりあえず、もう一回飯食うか。ということで、ジム行きます。ちょっとね、また恋愛体質というか、メンヘラなところが出てしまって、ちょっと今日作業できてません。こういう時はどうするか、筋トレに頼るしかねえんだよ。今の俺にはね。だから、ちょっとここは筋トレして、元気もらってきます。じゃあ、頑張る！やってきます。Oh yeah！僕らの前にはドアがある。いろんなドアがいつもある。空を大きく。今私の願い事が叶うならば彼氏が欲しい。ということで、今、帰路に着くんですけど、高校のね、柔道部の先輩とジムでまたたまたま会ってしまって、長話しちゃいました。ちょっと反省ですね。ちょっと長すぎた。1時間ぐらい話しちゃった。やっちゃったね。今日何ができるだろう。帰ったら、飯動画。いやー、反省です。じゃあ、準備。ということで、今日の夜ご飯は、胸肉 250g。こっから、今から茹でて、食べます。250g と、オートミールとバナナ、430kcal 分食べます。美味しい胸肉になってね。はい。のぞのぞのぞみかむとにゃんにゃんにゃんこにゃんにゃんにゃん。さあ久々に日記書くか。3月21日晴れ。もう春ですね。別れの季節ですね。別れは辛いけど、別れがあるから新しい人との出会いがあると思うので、僕も気持ちを切り替えて頑張っていこうと思います。さて、今月末に名古屋の、友達と行く予定だった京都旅行は案の定なくなりました。彼は就職して、忙しくなるので、もう会えません。会えないでしょう。悲しいね。最後にもう一回会いたかったけど、ダメだった。その子以外のね、何人かも、僕の友達で、大学卒業して、社会人にね、なってね、旅立つんですけど、一期一会、この言葉がぴったりですね。悲しい気持ちが強すぎて、仕事や筋トレが今日は進みませんでした。今日はもうダメや。いきなり関西弁。明日気持ち切り替えて、前に進んでいきます。っていうことでした。これが今日の全然ダメだったトレーニングの風景の絵です。ちゃんと膝も怪我してます。はい。ということで、お疲れ様でした。今日はもうメンヘラなんで寝ます。今月末に、予定っていうか行くつもりだった京都旅行、名古屋のね、友達と行く京都旅行だったんですけど、案の定なくなりました。中止になりました。しょうがないよね。一期一会。最後、もう一回ぐらい会っておきたかったんだけど、彼は就職の準備やら何やらで忙しくなってしまってですね、結局会うことができなくなってしまったということです。他にもね、僕の友達で、大学卒業して、社会にね、旅立っていく、羽ばたいていく子たちがね、何人かいるんですけど、その子たちも会えないということで、すごい今日はメンヘラな気持ちというか、筋トレも、仕事も全く手がつかずでした。すいません。明日はやります。ちゃんと進めます。どういうことやるっていうのもちゃんと頭に入ってるし、やるようにします。僕も前を向いて明日から気持ちを切り替えて頑張っていけたらなと思いますね。今日はちょっともう寝かしてくれ。もうダメだ。はい。ということで、明日も頑張っていこう。じゃあおやすみ。おっす、ほら、はい、おはようございます。寝すぎたわ。でもね、今日から気持ち切り替えて、前を向いてね、前向きにやっていこうかと思います。では、とりあえずね、先に飯食って、そっからブログバンバン書いていこうと思います。じゃあ、やっていこう。ご飯です。430キロカロリー分のオーツとバナナ。で、あと、これを250グラム食べます。美味しそう。はい、ということで、時間がね、今日ちょっと迫ってるんで、今日日曜日なんで、ジム閉まるの早いんですよ。だからもう、行っちゃいます。でね、ダイエットを始めて2週間ちょいで、7キロも落ちちゃいました。別に今全然疲れてないし、パワーもね、そこまで極端には落ちてないから、いいでしょう。で、やっぱね、ダイエットも進んでると、気持ちにも余裕が出てきて、いろいろうまく回りますね。だから停滞しちゃうと、うまくいかなくなっちゃうから、そこら辺もね、ちゃんとうまくやっていけたらなと思います。はい、じゃあとりあえず今日、肩トレ、できます。光る大地、有効無限の地平線。遠藤君、ジム行く行ったよ。絶対あれですよね。絶対切らない。絶対切らないから。前も言ったじゃん、切らないって。じゃあ、ジム。時間ないよ。早く帰らないと。早く帰んないと。早く帰んないと、ちょっと飯の時間なかっちゃうの。めっちゃ揺れてる。めっちゃ揺れてる。じゃあ、ジム。たまたま、なう。トレーニング後のご飯です。オートミール 100g と海苔。で、あとこっから 250g 胸肉食べていきます。うまそう。こういうのも食べていきます。はい。たらこ、たらこ、つぶつぶ、たらこ。生しました。今回のブログの内容はですね、筋肉がでかくならない人、成長しない人の特徴7つということで、トレーニングやりすぎ、長時間やりすぎ、休まなすぎ、食事が足りない、食べてるものが悪い、トレーニングで追い込みきれてない、いつもドロップセットやりすぎ、基本チートトレーニング、ずっと増量してる。こういう原因が思い浮かびましたんで、それを記事にしました。まあ気になる人はね、これに関しての動画だったりを見てください。まあブログもすぐ更新するんで、よろしくー。じゃあ、これから2食目です。これがうまいんだよね。これ食べれるうちはずっとこれ食べとこう。バナナとオートミールです。430キロカロリー。で、これが胸肉250グラムと、これがお茶漬けの素、プラスワカメちゃん。これは最強コンボだね。マジうまそう。ハイフィーフードババということで、今日の俺は止まらないから、これから、YouTube の動画撮っていきます。今日の俺は止まらないぜ。っていうかマジで夜行性だね。もう朝の5時前だよ。ガンガン撮っていきます。日本の皆さんおはよう。日本のサバ食べます。ということでお疲れ様でした。今日は YouTube の動画を2本と記事を、ブログをね、書くことができました。結構生産性の高い1日でよかったんじゃないかな。まあ、筋トレもできたし。今日からまた平日に戻るんで、あれやります。T シャツの梱包と郵送作業やります。まあ、僕の方にメールで届くんですけど、サイン書いてくださいって言われても、僕、書かないことにしました。本当にサインが欲しくて、熱のこもった文章をくれた人だけに、その中でまた厳選して、サインを書こうと思います。はい。ただサインくださいみたいな面白い一言をお願いします。絵を描いてくださいっていう方は、ちょっとこれからね、書かないようにしましたんで、そういうことでよろしくお願いします。ではね、また昼ぐらいまで寝て、またその梱包のね、作業ができればなと思います。はい。ということで、朝で明日また横須賀行くんだ。大変だな。はい。ということで、今日はおやすみ。じゃあ、バイバイ。